はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、この、アジンっていう作品ですね。原作は三浦、三ウラ、メウラツイナっていう人で、漫画は、あの、桜井ガモンっていう人が書いてる作品ですね。まあ、この作品、あの、かなり面白かったですね。っていうかまだ1巻しか読んでないんですけど、全12巻の作品で、まあ、この作品は、あの、まあ、アジンっていう、まあ、人間がいるんですね。まあ、あの、普通、もう見た目は普通の人間なんですけど、不死身なんです。 どんな事故にあって、どんなバラバラになっても、あの、再生してしまうと。要するになんか不死であると。で、その人間が、あの、世界に46人いるんですよ。で、あの、主人公は、なんかもう、ま、それをニュースで見て、見て、なんかあの、まあ、アジンはいいなと思ってたんですけど、ある日この主人公が、みんなの前で交通事故にあって、バラバラになるんですよ。そしてみんなの前で、あの、再生し、あ、再生してしまうんですよ。つまりあの、主人公もアジンだった。っていうところですね。 で、あのー、まあ、人間ってやっぱあの、まあ、不死身に憧れるじゃないですか。死にたくないじゃないですか。で、主人公はその不死身の力を持ってると。で、世界に46人の不死身の人がいて、主人公が47人の、七人目の亜人まあ日本では3人目なんですけど、で、 この、なんか、まあ、アジンを、まあ、実験体にして、なんとか、不死身の力を得たいという、まあ、人類から、まあ、追われる、話なんですね。で、主人公には、1億円の、まあ、検証金がかけられて、まあ、友達、まあ、なんかあ、それでも、自分を守ってくれる友達と一緒に、まあ、逃避行を続け、あ行するっていう話なんですけど、かなり面白かったですね。まあ、12巻まで読んだら、まあ、また、感想を述べますね。